身分証明書とは、社会生活上、人の本人性や法的資格を示すために用いられる文書のことである。観光庁や学校、会社、団体など公的機関が発行する証明書等が利用される。身分証とも。なお、身分証明書は誤り、ID とも呼ばれる。身分証明を求められる場合、 一般には運転免許証やパスポート、健康保険、被保険者証、住民基本台帳、カード、マイナンバーカードなど公的機関が発行する証明書で、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真など、個人を特定する情報を記載、重複したものであれば、身分証明書として通用する。2000年代以降、身分という言葉について、 身分制度と関連づけたり、社会的な序列を示す言葉と捉えたりして、不快感を示す者もいるため、特に顧客等に対しては、本人確認書類という表現に置き換えたり、お名前とご住所のわかる公的なもの等の遠曲表現を用いることが多い。重機カードについては、写真が添付されているものが公的な証明書と同等に扱われるが、 金融機関の口座作成や、携帯電話の新規申し込みについては、中期カードの不正悪用防止のため、それ、単体だけでは申し込みを受けられない場合がある。企業、事業所が、社員や、出入り業者に対して発行するものには、キャッシュカードや、クレジットカード同様、保有者情報記録用に、磁気ストライプが貼られ、出入記録や、タイムカードとしても使用できるものがある。 外国に出国した場合は、パスポートが公的かつ一番通用度の高い身分、証明書となる。法律を施行する官僚たちは、身分証明カードは、容易に犯罪者を監視して探し出せると考えるので、まんべんに採用されることを指示する。しかしながら、国の身分証明カードを持たない国々では、見積もられる、巨額の費用と高度な技術による、 スマートカードの乱用の可能性についての心配がある。多くの国々とりわけ、オーストラリア、アイルランド、ニュージーランド、イギリス、アメリカ合衆国のような英語圏の諸国では、すべての市民のための政府発行の義務的な身分、証明カードはない。アイルランドのデパートメント・オブ・エンプロイメント・アフェアーズ・ソーシャル・プロテクションによるパブリックサービスカードは、 国の身分証明カードとして考えられていない。しかし多くの人々は、それが事実上のそれになりつつあることを言う。そして公的な議論や法的根拠もない。そのようなカードとそれらの集中されたデータベースが、プライバシーや人権の侵害を構成するかどうかについての議論が、これらの諸国である。多くの批判は、集中の拡張された、 乱用の強化された可能性と理解できる強固な国家機密のデータベースに向けられる。イギリスのオープン大学の学生の2006年の調査は、アイデンティティカーズアクト2006の下での計画された中央政府のデータベースと結合した義務的な身分証明カードがいくつかの代替の構成の中で最も否定的な応答を生じることを結論付けた。 上記に挙げた国々は身分証明書の所有を義務づけていない。しかし、これらの国々もまた多くの状況の中で身分証明を要求するので、それらは事実上の同等物を持つ。例えば、すべての自動車の運転手は運転免許を持たなくてはならない。そして若い人々は、種類を買う時に特別に発行された年齢を証明するカードを使う必要があるかもしれない。 加えて、そして独自に身分証明カードを持たない、元来の英語圏の国々の中で、アメリカ合衆国は、徴兵制度のためにセレクティブサービスシステムに登録する、要、外国人も含めて、18から25歳の男性に、それの居住地を必要とする。以下のように、身分証明書を主張、国の身分証明書の必要の主張、以下のような、 身分証明書に反対する主張。全国民の身分証明書に反対する主張。身分証明書の過度な利用や乱用に反対する主張。海外には公的機関が全国民を対象として身分証を発行する制度を設けている国があり、当該身分証の常時形態を義務付ける国も多いが、このような制度の導入に反対する声もある。特に、 イギリス及びアメリカ合衆国ではそのような制度を設ければ政府が強制的に発行する ID カードやそれと連動するデータベースがプライバシーや市民の自由を侵害することになるとして議論の的になっており機微情報を蓄積する中央管理の包括的なデータベースが大規模な悪用をされる可能性がある点に批判があるアメリカ合衆国では 州政府が発行する運転免許証が最もポピュラーな身分証明書である。カ事の入場や種類、タバコ購入の際に、年齢照号のために身分証明書の提示を求められる場合がある。2008年には、リアル ID アクトがスタート。国民全員に番号をつけ、これを一つのデータベースで管理し、善良な国民と有害な国民に分類して、 善良な国民は飛行機に乗れたり政府施設に入場したりすることができるがテロリスト予備軍や犯罪者などの有害な国民はそれが阻止されるようにするというもの。バイン号付与はアメリカ合衆国連邦政府が定めたテロ対策基準に則っ,った運転免許証で2011年から行われる。最初の導入期限が2009年末に設定された。 運転免許証が使用される理由は2000年から2006年にかけて起きた身分証明詐欺事件の実に35%が不正な免許証を用いて行われていたためというカリフォルニア州やハワイ州ではステート ID という身分証明書を有料で発行しているドイツ ID カードの表面見本毒、仏 A の参加国語表記ドイツでは16歳以上のドイツ市民に ID カードかパスポートを持つことが義務付けられているが持ち歩く必要はない。警察官等は ID を提示することを求める権利があるが要求されてもその場で見せる義務はない。必要な場合は警察署や市役所に持っていくか自宅で提示することができる。 パーソナル・ーズ・ワイスの有効期間は24歳未満が6年間、24歳以上が10年間で、ある。同カードは、欧州連合加盟国、支援源圏への旅行に際しては、パスポートと同じ効力を持つ。またその他一部の国、地域への旅行についても有効であるが、滞在可能日数やビザの必要性、入居手段などの条件は個別に異なる。 例えば、同カードの所持者がトルコへ旅行する場合、180日の期間のうち90日間までの滞在であれば、同カードだけで入国が認められる。スペインでは、ドークメントナショナルでイデンティダットと呼ばれる ID が14歳以上に発行される。ベルギーでは12歳以上の全国民に、電子証明書入りの ID カードが発行され、15歳以上の国民は、 常にカードを携帯することが義務付けられている。これは、ベルギー在住の外国人も同様で、想定は異なるが、電子証明書入りの ID カードが交付される。EU 圏内では、随時電子証明書入りの ID カードに変更される予定であるが、ベルギーをはじめとした、数カ国のみである。そこで、交付時にプリントアウトしたものを別に渡され、 ベルギー国外で使用することを指示される。オーストリアでは、専用のカードを作るのではなく、すでに使用している。既存のカードで機能、性能が使用を満たしているものについて、電子証明書などの必要な情報を入れて、それを、イドカードとして利用している。イドカードの所持は必須ではないが、イドカード化が可能な健康保険証カードは、ほぼ全国民に行き渡っている。 日本国旅券の例運転免許証の例氏名、青年月日ランと、現住所欄の間が不自然に欠けているのは、本席欄があった名残健康保険被保険者証の例、個人番号カードの表面無線従事者免許証の、例日本では身分を証明、もしくは本人性を証明する際、主に下記に挙げる、公的機関の発行する、文書等が身分証明書として、 社会一般的に使用されている。その中でも本人確認用として最も通用範囲が広く、かつ権威を有する公文書は根拠が住民登録で受領は申請者本人に限るなど、発給手続きが最も厳格な日本国旅券である。観光庁において本人確認のため提示を求められる書類は厳格な。 日本国旅券発給手続きで求められている旅券法施行規則別表第2に記載されたものに準拠している場合が多い。証明写真付公文書なら何でも良さそうだが危険物取扱者免状を例に挙げると免状発給時に本人確認書類提出等のプロセスがないため記載される個人情報はべて自己申告であり公文書でありながら記載内容で 実質確認されているのは、受験時の写真の称号による顔形だけということになり、有名な感触による公文書であっても、別表、第2に記載されていないものは、最低限の確認も経ずに発給されたものである、可能性がある。地方公共団体によっては、危険物取扱者免状等を、本人確認書類として認めているところもあるが、このような背景を、 全く理解していない可能性がある。別表、第二に上がっている資格証明書等は、試験事務を委託民間団体に実施させていても、根幹となる本人確認や免許証発給事務は、観光庁が直接行っているのに対し、危険物取扱者免除のように試験事務から免除発給まで一貫して委託民間団体が行い、公文書であっても、 国や都道府県は、実務の上で、ノータッチというものもあるため、提示を受ける側も提示された、証明書の実情と背景を理解しておかないと、本人になりすまされる可能性が絶対ないとは言えない。また、役所で、戸籍等本や住民票の写し等を請求する際、役所が、当該請求の任に当たっているものを特定するために、提示を要求する書類として定められている。 戸籍法施行規則別表第1も領域手帳等を除き、旅券法施行規則と同じ内容となっている。旅券法施行規則別表、第2その他法人にあっては上述のような身分、証明書を持たない人であれば、などで代用できる場合もある。どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する、相手の指定に従う必要があり、 指定外の証明書では受け付けてもらえないことがほとんどである。場合によっては一つではなく複数の身分証明書が要求されることもある。以前は提示した身分証明書のコピーを副写記で取られる場合もあったが最近は個人情報保護の観点から番号を控えるだけの場合が多くなっている。身分証明書の提示を求められる場合日本では 主に本人確認を要求される次のような場面で、提示が求められることがある。税法上の指名住所等の告知一定の、金融取引をする際には、相手業者に対して指名、または名称及び住所を告知するとともに、住民票の写しなど税法で定められた書類を提示し、業者はその書類により、当該指名住所等を確認しなければならない旨。 税法で定められている。犯罪収益移転防止法上の本人確認書類であっても、税法上の確認書類には含まれないものがありその逆も成り立つので留意が必要である。住民基本台帳カード2003年より2015年まで、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳カードの発行が行われていた。 これまで日本国内での一般的な身分証明書として、顔写真付きでは運転免許証が一般的だが、若年者や高齢者をはじめ免許証を持たない者にとっては身分証明の要求に対し不自由を強いられる場面があった。重機カードは顔写真付きの公的機関発行の身分、証明書として、住民基本台帳に登録されているものイコール、 住民登録されている日本国籍保有者なら誰もが安価で容易に取得可能である。一方で発行者が自治体なので生きがい転出の際は返却し、転入先で再度取得しなければならないなど運転免許証に比べて不便も多かった。しかし2009年の住民基本台帳法改正によって転入先の市区町村に役場で証明を受ける。 ことによって、それまでのカードを、継続使用することができるようになった。2000年代以降における、本人確認を強化する、動き市区町村の交付する、身分証明書この身分証明書とは、以上2項を公的に証明し、民法上の行為能力を特別に剥奪及び、制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。 こちらの身分証明書は、前期のような所有者個人の身分を明らかにするものとして使用することはできない。口述する、登記されていないことの証明書と合わせて使用されることが多く、会社設立時や個物消去家時、金額の大きい契約時、警備会社で刑務職として採用される際などに、行為能力確認のために提出を求められる。 前期3項目のいずれかに該当する場合は、それぞれの、の通知を受けていないが、の通知を受けているに変わる。2000年4月1日より制度が改められ、同日以降は、近地3社は、青年飛行券人、準近地3社は、被補佐人と名称が改められ、登記事務も、本籍地の市町村から、法務局に官になった。同日以降登記された場合は、 法務局に登記され、同日以前に登記された事故は、自動的に、法務局に一貫はされず、特に届け出がなければ今も、本籍地の市町村より登記、証明されている。破産者に関する事故は引き続き本籍地の市町村が行っている。なお、現在は単に破産手続き開始決定を受けたのみでは、通知せず、 面積不許可が確定した場合及びこれに準じる場合に限り破産の通知を行う取扱いになっている。近地産者や準近地参者でないことを証明するためにはの2通が実質的に必要になる。ただし2000年4月1日以降に出生した人については法務局の登記されていないことの証明書のみでよい。 マレーシア2では12歳以上のすべての国民に、ミコッドと呼ばれる、身分証の形態が義務付けられている。ミコッドは2001年に登場した、多目的 IC カードで、自動車免許証、出入国情報記録、電子財布、ATM 機能を持っている。中華人民共和国居民身分証中華、人民共和国では16歳以上の国民に、居民身分証が交付される。 発行元は、住所地管轄の公安局。発行番号は18桁あるが、社会人になるとこれを使用する機会が非常に増えるため、みんな自分の個人番号を暗証できるという。発行番号は、第1.2位は小番号、3.4位は、市区の番号、5.6位は、県、町、村番号、7から14位は、青年月日、15から17位は、 個人番号、そして最後の18位は識別用のコード。2004年より IC チップを内蔵した2代目様式の発行を開始し、2012年をもって IC チップのない初代様式は廃止された。IC チップは鉄道の自動券売機において本人確認として利用されている。香港香港特別行政区では180日以上。 滞在する11歳以上のすべての者に ID カードの取得と常時携帯が義務付けられている。取得手続きの際、氏名、国籍、在住資格の別などを書類に記入するほか、指紋の大夏も求められる。香港の居留権を持つ者とそうでない滞在者とで、種類の異なるカードが発行されている。警察官による職務質問の際に提示が義務付けられているほか、 出入国管理、就職や契約などの際の身分証明などに用いられる。警察官等に提示を求められた際に、携帯していないと、罰金を課せられる。近年では、IC チップを組み込んだ、知能身分証への IC カード切り替えが進められており、運転免許との連動や公共図書館の利用表など、公的機関での本人確認等での利用が、 計画され一部は実用化されている。この制度は、本土との出入り境管理がなされていなかった時期に、流入してきた難民と香港の住民を区別するため、1951年に始められた。中華民国国民身分証により公的な身分を証明している。管轄は内政部。発給事務は各地の都政事務所が行う。 発給年齢は14歳以上。14歳未満は申請により発給。指紋登録は14歳未満は不要で、14歳となった時に登録すれば良いことになっている。また、常時携帯義務があるが、例えば検問などで所持していなくても、事故の番号を記憶しておれば足りる。日本統治時代の台湾では、領民証という制度があった。 中華民国台湾国民政府移行後は、1931年戸籍法により戸籍調査を実施。それを踏まえて、大陸地区で1939年に国民兵役賞が定められたのが短所とされる。現在まで6回の改正が行われ、おおむね10年おきに使用が変更される。現行の第6大国民身分賞は2004年制定され、 2005年7月、更新発行。表面に、氏名、青年月日、性別、身分統一変更と、写真、裏面に、両親の氏名、配偶者の氏名、出生地、住所が記載されている。従前は手書きで、住所の移動、本席地なども記載されていた。2020年に集積回路付きの新 IC カードに移行する。 電子マネー機能が搭載される予定。さらに運転免許証、健康保険証機能などの搭載について、現在検討されている。中華民国国民身分証2005年版表面、中華民国国民身分証2005年版理面、対応国では15歳以上の市民と在留外国人が国民身分証傾向を義務付けられている。大韓民国では、 満17歳になった時点で常時携帯が義務付けられる住民登録証が交付される。警察官による職務質問ではまずそれを見せるように言われる。特に住民登録番号は日常生活で必要不可欠なものとなっており、申込書等において必ず記入させられる項目であり、インターネットにおける会員登録においては 本人確認手段として利用されている。インドでは適切な個人識別制度が存在しておらず、低所得者への配給や補助の4分の1が不正受給されていたという問題があった。これを解消するため、個人識別制度として顔写真、両手10指の指紋、両目の交際の情報を登録したアドハーを2010年から交付している。アドハーの他に、 顔付き身分証明書として使われているのが、パスポート、パンカード、運転免許証、学生証など。2016年には、携帯電話の SIM カードの取得、納税申告書の提出といったサービスを利用するのに、アドハー番号が必須となっている。エストニアでは2002年より、エストニア国民に ID カードの発行を始めた。 リードカードは公的な身分証明書となり、運転免許証や健康保険証の代わりにもなる。ありがとうございます。